熊川駅は東京都福生市大和座熊川にある東日本旅客鉄道五日市線の駅である。駅番号は JC81。1925年4月、五日市鉄道の路線が熊川村を通過するにあたり、同社は福生村熊川村組合に対し、都の承諾書を提出した。同月、廃寺まかり停車場五日市駅間が開通したが、 承諾書の2項目は約束通りには進まず、また、玉製紙は同停車場から同車石炭置き場まで石炭運搬のための軽便鉄道を所有し、1936年頃まで使用していた短式ホーム一面一線を有する地上駅である、廃島駅が管理する無人駅。自動改札機はなく、簡易追加改札機。 乗車駅証明書発行機が設置されている。トイレも構内にはないが、駅入り口横に、ふっさし管理の公衆便所が設置されている。2015年に、無人駅に戻った。友人駅の時は、JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する。業務委託駅で、原則7時35分から15時55分まで、駅員が配置され収殺業務のみを行っていた。 2013年度の1日平均乗車人員は1408人で、ある。近年の推移は、下記の通り。駅南西、約200メートルの奥多摩街道沿い、鍋に公園前に、立川バスふさ営業所出入コ路線として、立88系統ふっさ市役所発、熊川駅、灰島走車場経由立川駅、北口駅が、平日朝に1本。 実89系統の立川駅北口発、灰島総車場、熊川駅経由市浜駅、入口行きが全日10本前後走っている。このうち平日深夜バスの早便と土曜日深夜バスが最終武蔵五日市駅に接続するダイヤとなっている。他に、西東京バスが運行する立川駅北口発、川辺駅、北口港の深夜ご帰宅バス、及び、 道便の上り、廃島駅行きが、道バス停を使用する、出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。